カッポ連絡してるやつって今連絡させてますよ、はい、こんなんじゃやりたくないよ俺はつって日本まで来てこれあんまり受けなかったっすぶち切れる R も別に良くないっすモンスターですから規制ツールを持ってきて使ったやつがいるんすよね最低保障が高すぎて終わるってことっすよね相手一番消えたみたいなうわーイエクソンクがこれまだ嫌がらせめちゃ機能してますね。強いじゃん、強いじゃん。あれでね、いっぱい書いてんのこう空間を。速くて長い。書いてんすか。書いてんのそう。空間がね、そうアトピーのそう。上からのやはり攻めをカキカキですよ。俺あれで書いたら血だらけになるでしょ。パンチャー選手、パンチャー選手カキカキです。カキカキです。暴力の部分で。さああれパンク文句言ってましたね今ね。あの審判に。なんであのコーディーってキャラちょっと調整しろよっつっておかしいだろっつって言ってなんでプラス3なんだよっつってレベル2だってプラス5だぞっつってお前おかしいだろほらちょっとカップ連絡してるやつって言って今連絡させてますよあれはフレーム変えてくれっておかしいだろっつって言ってますね確かにめちゃめちゃ不満げな顔してめちゃくちゃ不満ちょっとなんかちょっと悲しそうな顔してますねこんなんじゃやりたくないよ俺はっつって日本まで来てっつってこんなんでやらされてっつってめっちゃ怒ってるな。え？めっちゃ怒ってる。怒ってます怒ってますこれ。帰るぞっつって。いいのかって。俺が帰るぞっつって。すごい怒ってます。帰られたら困ります。でもマジで怒ってます。マジ怒ってる。マジで怒ってる。マジで。なんか多分機材トラブルとか。機材トラブルっぽいっすね。かもしれない。多分今モニター見てたんで多分だからこれ8チャンネル映んないんだってっつって言って。多分それ8チャンネルなんで映んないの？テレビ見てんの？8チャンネルだけちょっとあれだっつって。これあんまり受けなかったっす。早いな、引き上げるの早い。すいません、見切りが早くてよかった。すいません、これはちょっとやめておきます。今頑張ってるんですね、この2人がね。うちらは関係ないですから。うちらは別に頑張ってる。繋ぐ必要ないですから。ここで頑張ってる2人を見て。適当でいいんだよ、頑張ってる2人を見て。頑張ってんな。上位の6チームでの戦いになるんですけど、その際に、これはウォッチパーティーだからね。そうそう、下手したら行ってみましょう。もう一回増えるかもしれないですね。確かに。気になるよね、出してみたいな。あ、でもどうぞ。そのパターン俺見たことないかも、さすがに。始まりの合図だってまだ行ってみてる最中だから。そう、もうそう、始まりの合図だから。もうこれ行ってるんだ、もう。もう行ってるから。もう今行ってるんだよ。そう、今回はちょっとおかしいし。なんか変にプライド持ってるから。そんな連発しねえ俺は。レギュレーション決まってますよ。そう、決まってますよ。自分のルールで。やってよ、やってよって言ってもやんねえよ、俺は。安くねえよって。結構ね、プライド持ってる。じゃあなんか例えばこういう会場とかで、R さんだって言って。行ってみましょうって言ってもらっていいですかって言ったら。そう、ぶち切れる。システムだと思うんですけど、でもなんかやる側からしたら、てめえどこ中だっつって震えますよ。考えられるから気をつけて。ある。絶対言ってくれる。それだけ。絶対言ってくれる。それだけめっちゃ怒るから。まあパフォーマンス出すっていう。R さんはいい人そうじゃん。かなり。R も別に良くないです。全然良くないな。R さんは。いやもう個人配信見てください。モンスターですから。やはり、やはり、すべからく終わった。体も一つ。R さんの配信で下手なこと、下手なことがあったらマジで切れる。あ、そうそう、もう、じゃもうモンスターです。もう、言論統制敷きまくってますから。もう、すごいですよ。すごいですよ、もう。民主主義とは思えないんだもん。ありがとうございます。やばいですよ、ほんと。政策の話になってくる。めちゃめちゃ多の人たち。試合再開できるかもしれません。携帯触っていいんだね。うん、そうっすよね。俺もね、それは確かにデバイス持ち込み、デバイスダメなんだ。基本ダメだと思う。持ち込みダメなはずです。なんで？梅先生チェックできないじゃん。いやこれはね多分分かんないんですけど過去にオフラインで電子機器に不正ツールを持ってきて使ったやつがいるんですよ。なるほど。結構これがね結構あって事例としてそれでダメになったんじゃないかなと思います。なるほどね。ちなみに大会によっては格ゲーもダメです。そう最初にも説明したんですが、メモだけ紙だけ4月の1日昨日ですね、ゲームのコーチとかはみんな紙っす。紙で渡すんですか。すげえ有名なやつで、ベースでワードドットエグゼ、その試合に来た来場者1万5000名様に配ったの、無料で配ったというのを、しかも書き下ろしにしといて、みたいにしたチート。これはね、
なんか USB が USB に入れて持ってきてて、っていうのがあったんですよ、細部にまで気合が入っちゃう。それ入るとどういうチートなんですか、相手がそのウォールハック。多分ね、あの時期すごい有名で、よくプロの間でも使われてた可能性があるって言われてたのは、すごい1万5000人以上お客さんが来たらしくて、ヘッドに弾が飛んでいくようになるやつが使われてた。勝手にヘッドと最初は何発か外れるんですけど、5発目ぐらいでそっちに飛んでいくようになるっていうのが使われてたんじゃないかっていう話ですね。あれは5発目だから分かんないわけだ。そう、分かりづらいやつだよね。じゃあ基本的には最初のその 1,2 発で勝負はするんだけど、マジで外れた時にそうだから5発目に保証が、最低保証がついてる。最低保証は100じゃない、高い10割、最低保証10割。でも多分上手いからあっちも5発ってやつ殺すんじゃない。そういうだからパターンもあって、あ、判断しづらいとかもあったんじゃないですかね。だからあれでしょ、アルさんが届くか届くかって言ってるんだけど、あの最低保証が高すぎて終わるってことですよね、確認で言うと。ジュリーの竜がやばいな、それ 100% 100% 終わるんだ。蹴ってたんだよ、あれこれ足りなくね、普通に考えたらってなるってことですよね。そういった噂っすね、出てきた。どう、やっぱりグッズ系は佐々木君がすごい言いづらそうにしてるから、多分これかなり刷毛が良くなる。いやいや、俺もこれ噂って言われると僕の命がやばいのかな。実際、公になってないんで、すごい可愛いし、着やすいから海外のね、いいよね、そういうサイトとかを買った時に、そういう話が結構あって、本当かどうかまだ定かじゃない、定かじゃないんですよね、表には出てこないんで。クリアだけどチートないもんね、乾いてきたわ。あの、オンラインではあるんですよ、オンラインではあるっす、オフラインではない。一生投げ抜けると確かに、乾燥してるかもしれん、会場は。だからもう、ダメ、それ言わないんですよ。確かに、ずっと乾燥してないから、投げ勝手だけど。でも、ストーフタイムも、初期に、あの、チートじゃないんですけど、あの、ララで、一生いるいる、タッチ中キックしながら、タッチ中キックしながら、レンコンで、連射コントローラーで、タッチ中キック連打しながら前に来るララがいて、そうなんだ、いざ、スト4にも、スト4にも、豪気の大剣打ちまくる人いたじゃないですか、いや、忘れた、タッチ強キックの、で、前に進みながら一生動いてくる、結構強いんですよね、初心者は余裕で駆られるっていう、それは、ひたすらキックしながら向かってくるやつに対する、そう、技が挟めないんだよ、そう、キックが前に行くんすよ、技打ちながら。それでめっちゃこうやって膝もも上げしながらララが前に来て、それでしょがられるっていう。でもガードしたらあれ有利だから。あ、そう、でもそんなの初心者わかんないから。あ、わかんないから、そういうことか。すげえ気持ちいい、これ見た目もめっちゃウケるし、やられてる方マジでこれに勝てねえのか。そう、マジでムカつくんですよ。あ、行きますわとか言って、そう、途中で刺してるっていう、嘘ついてる。でもオフラインでさ、そのチート仕込むって多分隠れて一人もいないし、多分できないよね。無理だと思う。できないよね、無理だと思う。わかんないけどね。でもまあやるやつは出るかもしれないしね、これからね。携帯は禁止の方がいいかもしれないね。うん、だからちょっと板さんとか悲しそうだね。板さんマジで携帯チェックして、板さん、あの、梅瀬チェックしてるから。あいつは本当にちょっとダメージでかいから。あ、試合中チェックできなくて、マジで見てる。格ゲーマーの中で一番ガチで、あいつ一番携帯見てる。すぐ携帯見るから。パンク選手側どうだったかな、イメージ変わるな。対戦相手のキャラクターのなんか、コメントもね、たくさんいただいているんですが、あんな見るなんて。今回はだから1回読み分かるじゃないですか、対戦相手何回もやってきたんですよ。もうマジで有名の方々が。そうですね、梅先生しか考えられないよね。全員、まあその格闘ゲームが大体やっぱでも考えらんないですよね、この感じっていうか。俺らの界隈で誰がやってもめっちゃあれそうっすもんね。いや、だから例えば、例えば俺がごめんなさいよね、結構そういうのありますよ。ごめんなさいしていただいて、仲いいやつもそうじゃないやつでも、あいつ2チャンネル見てるんですよねとか、こういうとこで言ったら荒れるの FPS。 荒れると思いますけどね。絶対冗談ってわかるじゃん。だってわかんないの。でも荒れそうな気がする。荒れるんだ。あ、でもそうかもしれないですね。めっちゃ仲良かったら、そう、まあ大丈夫。関係的にはあれ。でもなんか数人やっぱ、でもそれでもガチで切れるやつはいる。いるんだ。じゃあ俺ね、さっきアッシュなんて俺一言も喋ったことないから。誰ですか？アッシュ。ちょっとそのめちゃくちゃ荒れるんだ。後で謝っとこうじゃん。誰？ちょっと読みで。面識ないのに。ごめんとか言ってたっすね。
EXR めっちゃ不思議な顔するでしょ。まあでもなんかそのね、いいことでもあると思いますけどね。確かにね、他の界隈で考えたらこんなこと言ったらバチボコにズタボロにされる気がしますね。うちら自由だよね。何全員言ってるよね。言ってないかな。言ってないかも。言ってない。黒人あなた。いや、あなたそんなことない。だってこれは梅セレのネタは俺初じゃないもん。俺これパクリっていうか、みんなが言ってるからおもろいそれって言ってここで言ってるだけで、コメント欄とかからね、とかみんなも言ってるじゃん。そう、コメント欄とかから。誰が言ったの。今日出た人たちは国人が言い始めたと思って。著名人でやってる人いるんすか。え、著名人いやいや全然言ってる、全然言ってる。みんな言う、みんな言う。首かしげてますけど。いる。その格闘選手ってやっぱりなんか言ったり言われたりの。あ、まあそれはね、そういう世界ね。それはそう。だから言われたら、そういったところで言うやつは言われても大丈夫なやつ多い。あ、なるほど。怒んない、言われても何一つ。言ってるし。ちょっと変わってくるな。で、言われたら怒るやつは逆に言わないなんか。まあそうっすよね。俺は昔から言わないんで。でも言わない。対して今日言った可能性あるじゃないですか。まあそれはもうごめんなさい。あとだよ。